それでは V102MM 部門、決勝戦スタートしてください。もうロレツがねロレツがね、はい、直樹さん来た。直樹さんに最後実況してもらおう。じゃあ気持ちよく、残念ながら負けてしまいましたが、いい試合だったけどね。さあ最後 M ダッシュ対センちゃん、キャラは全く一緒、順番はどっちがどっちだ。 M ダッシュが先方クーラー。さあ大阪の方から遠征してきた方はその広島のセンちゃんを応援している。さあ最後決勝は地方対関東。ここでレイスキンシットに引っかかってしまう。ジャンプし、さすがにあれはきつい。まずはこのクーラーを倒したい。ここはしっかりダメージを取りに行く。ちょっとぶっ飛ばが漏れてしまったが、タイムダッシュが乗っかってくる。ここは禁止で暴れる。タイムダッシュ体力がないが、ここでしっかり MP からバイツ。しかしこれはかなり時間が残っていたので体力回復も多い、ね、逆にちょっと美味しいまであるぐらいの、ね、ゲージを入ってしまったために、ね、K ダッシュも固められると苦しい。ジャンプで乗っかり、ジャンプ C、 これはガーキャンをしていく。ジャンプぶっ飛ばで乗っかるが M ダッシュガードが固い。 MB ぶっ飛ば先に出している。 M ダッシュ投げから、うわ距離を取ってアインシュート。さあ M ダッシュが素早い動きで的を絞らせない。ジャンプ C、 ジャンプ C から端固め。さあこれはうまいな。ここで落とす。しかしガーキャン、ここで当たるがちょっと追撃がいけない。最後は逃げ、ジャンプブットは先に大将を引きずり出されたセンちゃん。ゲージは2本。さあこのゲージをどういう風に使っていくか。まずは K ダッシュを倒さないことには始まらない。前転ジャンプ C が当たるがちょっと距離が遠い。ガーキャンでまず1本。ジャンプブットはここで、これは判断が難しいがここは使っていく。あーまあ使うかなって感じ。まあ私も使いますね。俺も使ってたっぽいな。あれはネイブレス同キャラ。 K ダッシュ生かすといいことないからね。さあゲージ状況が厳しいが、さあ M ダッシュはガーツが作る。ジャンプブットはここは4段ガード。さあ何か相手するか。ここ前これはあるか。さあ当たった勝利をガード。さあもう 1P 盛り上がっている。4段はこれはただ M ダッシュもガーキャン昇竜パナス前へ。さあゲージ状況はほぼ5分になり、最後は裏で当たっちゃんが M ダッシュ破れる。あと今来た覇者がなぜか盛り上がっているクズさあ広島からはるばるやってきたセンちゃん、 M ダッシュを倒して優勝。さあまずはでは2位の M ダッシュさんからコメントを。すごい試合でしたね。M コメント。いや彼はマジで全員一ありますわ。いや M ダッシュも未来の電池はセンちゃんです。 M ダッシュが認めるこの強さ、センちゃん。いや強かったですね。じゃあセンちゃんさん。いやはい、自分めっちゃ M ダッシュ信者なんで、もう M ダッシュさんと達也さんの動画しか見てないんで。いややはり、いやなんですけど本当ブッパ当てたのと、なんかあんま普段ブッパしないようにしてるんで結構ブッパが通ったのと、
M ダスさんがブッパのポイントをちょっと結構見てたから、あー、はいはい、読めてたっていうのだけです。やっぱしっかりしてましたね。いや強かったです。いや立ち回りはクソなんでごめんなさい。いやいや全然強かったですよ。それではもう一度、まあ、優勝したせんちゃんさんに大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。